尾張旭市民祭オープニングセレモニーを執り行いまする。本日進行させていただきまするは、私たち愛知戦国姫隊でございまする。まずはじめに本日お集まりいただいた主催来賓の皆様方をご紹介させていただきまする。まずは主催より尾張旭市長水野義則様、ございます。尾張旭市商工会会長服部正勝様、ございます。続いて来賓より尾張旭市議会議長伊藤則夫様、おはようございます。愛知県議会議員青山正蔵様、おはようございます。衆議院議員鈴木淳司様、本日は代理出席で秘書の松田勝様にご出席いただいております。代理で参りました、ありがとうございます。そして愛知県守山警察署署長丸山茂久様、おはようございます。以上皆様方にお集まりいただきました。そして本日は尾張旭市のイメージキャラクターアサピーも駆けつけてくださっております。ぜひなこれは皆で呼びたいと思いまする。よろしいですかの、私がせーのと申しましたら皆でアサピーと呼んでくださりませ。良いですかね、皆様方もアサピーじゃぞ、アサピー、はい、良いですかの。さあ呼びますよ、せーの、アサピー、はい、さあ尾張旭市のイメージキャラクターアサピーでございまする。さあアサピーゆっくりとね前に参りましょう。ゆっくりゆっくり、はい、ということで尾張旭市イメージキャラクターのアサピーでございまする。アサピー今日は来てくれてありがとうございまする。なんといってもですね、年に1回の尾張旭市民祭、時代行事だもんね。これから始まるけど、アサピーも楽しみでございまするか。楽しみちゅうことでの元気いっぱいにアサピーも心躍っておりまするの。2日間アサピーも一緒に盛り上げてくださりますかの。はい、ちゅうことで盛り上げてくれるちゅうことですな。とても可愛らしいアサピーね、皆様もねこの2日間楽しみにしてると思いまするからの、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたしまする。ということで、アサピーはのぜひの、初の方で皆々のことを守ってくださりませ。では、アサピーでござりました。ありがとうございまする。ゆっくりね、こけぬように気をつけくださりませ。それでは、アサピーが一緒に盛り上げてくれるならの、心強いと思いまする。カマキリがね、ちょっとやはり自然が多いですから、自然豊かな。尾張旭市ですからな、カマキリとも一緒にセレモニーを行いましょうかな。それではセレモニーを進めてまいりましょう。続いては来賓の皆様から順番にお祝いのお言葉を頂戴したいと思いまする。はじめは主催を代表して尾張旭市水野市長、どうぞよろしくお願いいたしまする。皆さんおはようございます。市長の水野義則です。主催者を代表しまして一言ご挨拶を申し上げます。今日はですね、先週の台風18号から、もうすぐ近づいてきているという台風19号の合間を縫って、こうして市民祭を開催をできることを大変嬉しく思っております。また本当に朝早くから多くの皆さんにご来場いただきまして本当にありがとうございます。今年はですね、この市民祭もいろいろ新しい試みをさせていただいております。今日はですね、例年よりこのオープニングステージっていつもちょっと苗木に並んでる人以外は閑散としている状況だったんです。今年は
人が多いなと思っておりますけども、愛知聖国姫隊の皆さんに、ステージの花を飾っていただいてます。まあきっと姫隊のファンが多くて、今日愛知県あちこちでお祭りがあるんですけども、曲げて我々朝日に来ていただきました。まあそのファンの方を含めて大勢の皆さんに来ていただいております。そしてですね、今日朝日なんかいつもと違うなと、なんか見たことない朝日だなと思った方おられるかと思いますけども、新作です。前のやつも別にクビになったわけではありませんけども、引っ張りだこ、朝日引っ張りだこになりましたので、一つというか一人新しい子を導入しました。綺麗ですよね、ちょっと綺麗になりました。最近ふなっしーとかですね、くまモンとか、飛んで跳ねて暴れるキャラクターが、あちこちでにぎわっておりまして、朝日ももうちょっと動けるようにせんかいというお叱りをいただきまして、ちょっと動きやすい朝日になっております。飛んで跳ねられる朝日を今日初めて皆さんの前にお披露目させていただきました。そしてですね、朝日ということでは、毎年少しずつ朝日グッズを増やしておるんですけども、私今これ缶バッジをつけております。この缶バッジとですね、付箋紙と来年のカレンダー、これを今日から発売をさせていただきます。ぜひですね、今後も朝日が活躍できるように皆様のお買い上げをお待ちをいたしております。今日は市内ではですね、消防署で消防広場が開催をされております。尾張旭駅前ではにぎわいフェスタが開催をされております。市民祭は明日も開催いたします。なんとか台風が来る前に全てのイベントができるんじゃないかと思っていますので、この2日間ぜひ市民の皆さんも、それから市外から来られた皆さんも楽しんでいただきますようお願い申し上げまして、オープニングに当たりましてのご挨拶をさせていただきます。皆さん2日間どうぞ楽しんでいってください。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、尾張旭市議会議長伊藤乃龍様、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。おはようございます。ただいまご紹介をいただきました市議会議長の伊藤乃龍でございます。市民祭の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。ふるさとの祭りとなりまして、地域に根付いた、そして、毎年の恒例の行事となりました市民祭がですね、年を増すごとににぎわいを増しているということは誠に喜ばしいことでございます。例年ご協力をいただきました関係機関、そして関係各位のご尽力に関しまして、心から敬意と感謝を申し上げます。例年大勢の市民の皆さんに楽しんでいただいておりますが、今年も多くの関係の参加の協力の方がありまして、子どもさんや大人さんにも十分に喜んでいただける催しもさまざま用意されておりますし、なんといっても名古屋戦国姫隊、愛知戦国姫隊でございまする、演舞ということで、すごく華やかな状況にもなっておりますので、今年も、子どもさんやお友達ご家族の皆さん、必ず、楽しんで喜んでいただけると思っております。本日ご参加の市民の皆さん、ご家族を持ったより市民の皆様との親睦を深めていただきましてね、そして、市民間の交流を拡大をしていただきたいと思っております。
そして子どもさんの思い出作りということで、皆さんが子どもさんが大人になって社会人となっていろいろな場所で活躍をするところでですね、このふるさとの市民祭をですね、何か時に思い出して、心の糧としていただければ幸いかなと思っております。本日ご参加の皆さん、そして関係各位のご健勝とご多幸を祈念をいたしまして挨拶とします。本日は楽しみましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして愛知県議会議員青山正蔵様、どうぞよろしくお願いいたします。おはようございます。県会議員の青山でございます。本当に心配されておりました台風、聞き分けのいい台風で今日明日は待ってくれております。きっと皆さんの思いが通じたと思います。本当にありがたいことで、あさってのお休みは台風が来ますので皆さんゆっくりお家で、くつろいでいただきたいと、そのことを思っております。そして今回、戦国姫隊でございます。戦国私も愛知県ですが今日初めて、会いまして6人中5人来とるということで大変我朝日を盛り立てていただけるということで本当にありがとうございます。そして各地域の提携している友好の本当に都市の方々が、物産品を販売ということで本当にこれも多くの方の参加本当にありがとうございます。そして今回この催し本当に盛会に催しをしていただいている関係者の皆様本当に朝早くからご苦労さんでございます。今日明日市民のためにしっかりとやっていただければ幸せかなと、そんなことを思っております。そして今日は他にもいっぱいお祭りをやっております。地域もやっております。そして相談がありまして、火縄銃ですね、明日火縄銃が出ますが、火薬、明日雨が降ったら火薬をどうしたらいいかという相談がありましたけども、その火薬の心配も明日は多分火縄銃も打てるということで、本当に楽しい市民祭今日は続くと思います。どうか皆さん今日明日一生懸命に楽しんでいただいて、終わり朝日が明るく元気に増しになるように2日間を楽しんでいただきたいと思います。本当にいろいろとお世話になりますが、今後とも皆様私と一緒に終わり朝日を盛り立てていきたいと、そのことを思っておりますので、愛知戦国姫隊でございます。愛知戦国姫隊でございます。愛知戦国姫隊ですね、の方々も楽しくやっていただけると思いますので、一つ今日一日楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ皆様、いよいよ終わり朝日市民祭スタートの時間がやってまいりました。最後にの終わり朝日商工会会長服部正勝様より高らかに開会宣言をしていただきたいと思います。服部様どうぞよろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。ただいまより、2014年度市民祭を開催をいたします。ありがとうございました。それでは来賓の皆様、そしてご観覧の皆様もどうぞご起立くださりませ。これより開会を記念いたしまして、くす玉セレモニーを執り行いまする。オープニングアクトで登場させていただきました私たち愛知戦国姫隊も一緒にね参加しようかと思いまする。はい、それではぜひ紐を持っていただいて、はい、紐を持っていただいて、私お題のどうぞという掛け声でくす玉開会をお願いいたします。